ででん、見えますか？楓さんへ、かえでで、あゆえお作文をそれぞれ作ってください。池田より。ちょっと難易度高いかな、どうしよう。ぜひ楽しみにしてます。お願いします。そう、このででが難しいと思います。さっきね、さっちゃんにね、この宿題どう思うって聞いた、あの菅原のさつきね。そしたらででってもうデンジャラスしか思い浮かばないって言われちゃった。最後にデンジャラスが入る作文って一体なんだろうね。難しい。じゃあよろしくお願いします。あ、宿題やりましょう。ちょっと時間配分が分かんなくなっちゃった。はい、昨日の昨日はテレサから楓であゆえお作文作ってください。え、どういう系、あゆえお作文って。私のこと、それとも私のことか。でもかえ、どうしよう。難しいね。私のことでいいのか。なんかさ、ありきたりなやつだとつまんないじゃん。かわいいなんとかとかさ、か、じゃあ一気に見せますね、書いて。どうしようどうしよう、地味に難しい。待って、地味に難しい、これ明日になっちゃうな、考えてたら。なんかいいのくれますね、皆さん。柿食えば。なんか昔のあれにありそう。そういう系？面白い。どうしような、めっちゃ虹じゃん。じゃーん、ここいい虹。次出たタイミングでこうしよう。ああ、いいね、それ。どうしような。どうしようどうしよう。難しいねこれ。でって何、でって、でってむずくない。難しいんだけど、真剣に考えちゃうんだけど。どうしようどうしよう。なんかさ、そんなさ面白いのも思いつかないしさ。だって、やばいやばい、本当に明日になっちゃう。どうしようどうしよう。ネタ系に、ネタっていうか、あ、本当に思ってないです。あ、もう朝のこと言ったらダメだ。でって難しいな。でってなんだ。
いごめんなさい、めっちゃ考えちゃう。で、それいいね。いや、なんか本当になんかこんな時間経ってる割に全然面白くないんですけどどうしましょう。もうやだこの宿題。ハードル下げますね。その本当にそんな大して面白くない。皆さんからちょっと集めたものをつなげただけなんですけど、やっぱり時間がない。じゃん。片言で映画主演デンジロー。あの意味わかんないですよね。私も意味わかんない片言じゃないしね、しかも最近もう本当意味わかんない。あのなかったことにしてください。この見なかったことにしてください。本当に意味わかんない。私もわかんないね。意味わかんないですよね。はい、次行きましょう次行きましょう。はい、明日のねメンバーは誰だと思います？梅沢みなみじゃん。梅です。梅に宿題出すって初めてじゃない？梅と前後になるって初めてじゃないね。実はね、あの今日は梅とあのかき氷を食べに行ってきましたそうで、そうさっき気づいたんですけど、また写真撮ってないっていうさ。最近2人でいるとさ、なんか当たり前すぎてさ、まあ、いい意味じゃないですか。当たり前っていいことなんですけど、写真撮らなくなっちゃってそう今日かき氷行って、なんかブラブラ買い物をして、結局そんな何も買ってないんですけど、うん。あゆう作文いいね。どんなのか見ようよ。梅ならうまくやってくれるよね。そうかき氷美味しかった。梅、あじゃあ梅沢みなみにしちゃう。梅沢で、あいえお作文。つくってじゃん。梅沢みなみであいえお作文つくって。あいえお作文、あいえお作文でね。頑張れ。いや、先にさ宿題やっちゃおっか。そしたらさずっと喋れるもんね。やっちゃおう宿題。昨日見てた人、昨日は楓だったんですよ。楓だったんですが、楓が宿題来てますじゃん。梅、梅沢みなみであいえお作文作ってた。まあ私こういうの本当に苦手なんだけど、これ何、ボケた方がいいとかそういうことじゃないの？なんかさ職業柄さ割となんかそういうの考えちゃうんだけどさ。
どんな感じなん、どんな感じで作ったいの、これは何をさ、あいうえお作文にもきっとテーマがあるじゃん、自己紹介とかさ、何をやったらいいの、これあのみんなと一緒に作るっていうのはどうですか、みんなの意見をここに書いていくっていうのはどう、あ最後で落とすだって一番むずいやん、やだ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 、助けて、みんな一緒に作ろうよ、大喜利みたいに答えましょうじゃないよ、逃げてんな、いや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 、楽しいじゃん、やっぱ麦帯はこうやってみんなで生配信で一緒にさやるやつだからさ、コミュニケーション取れるじゃないですか、拒否します、いい、うん、拒否しない人だって言うもん、梅さんのセンスみたいに、私なんてセンスないから仕方ないな、だってわあ優しい、梅の宿題、あーそうか、どうする、じゃあまず、いや梅沢みなみって長いやん、梅沢みなみ7文字、これ最後で落とすってどういうこと、まずうやってみようさ、うってなんかありますか、手伝うよ、ありがとう、ありがとうね、う美しいのうだって、美しいのう、これはさ誰に向けてのああいう作文なの、テーマがあるやん、これ自分の自己紹介だったらさ絶対美しいなんて書きたくないよ、あ梅マヨ、あ梅マヨねうるさいなねえひどいんだけど、おもろ、誰うるさいなって言ったの、いやいやだってさ、いやいやみんなまずちょっと私さ、なんかショールームやるっていつも変なテンションなんだけど、いやいや一人で喋んなきゃいけないからこんなベラベラ喋ってんだよ、普段結構静かな方よひどすぎない、うるさいなひどい、うん頑張るね、宇宙一、あこれさみんなで大喜利作ってじゃん、私のセンスとかじゃない、みんなのセンス、上に立つものなし、なんか強そうさっき目でさ目立つ身長ってあったのね、あ上に立つものなし目立つ身長いいやんどうしよう、ここに書けばいいのかな、ここに書けばいいですか、もう一つここに書いてもいい、書かなくても、ああなるほど、書かなくてもいいんだって、じゃあ、あ、ありがとうございます、スケッチブックを手に入れましたので、まずここに書きますね、でかいの来るぞ、もうさみんなそろそろでかいいじりやめてね、本当にセンスいい、だってセンスいいね、みんなありがとうね、う、上に立つもの、ちょっと待って、すごいさ、どういう感じしようかな、ここを見せた方がいいか、例えばこうしよう、梅沢のう、この宿題めっちゃ時間かかるよ、ほら楽しいね上に2つものなし、梅沢の目、目立つ身長、梅沢の座は今のところ上に立つものなし、目立つ身長座はどうする、みんな座、座はつくない、ないない、座は座はするな、んざっくり片足今のやつ今座、キャプテンザーサイ大好き好きだけど面白すぎる、みんな面白すぎる、ザコウタカメやばい、面白い、いやいや、ザコウタカメってどこで見たん、別にザコウ高くないわ、そんな、いやいや足長いとか言わないけどさ、別に足は長くないけど足長くありたいから、ザコウは高いなんて書きたくない、在庫あり、めっちゃ面白い、ちょっと待って面白すぎる、あ、ザタイムね、でもさザ
ただいま今ミーキュンだからザ2メートルないわ2メートル。おもろ、在庫なし、面白くない。でもさ意味わかんないよね、その後につなげてくれる輪で。私在庫なし結構好きなんだけど、残念だ、ひどい、なんかあー面白い。その後つなげてくれる輪で、あ、ざっくり2メートル、まあ、間違いではないけど、みんなそしたらだって2メートルやん、150以上の人、わかんないけど、シャボにしたら在庫ありにしていい。在庫あり、上に立つものなし、目立つ身長、在庫あり、わわ次わだよわおもろわー、あー書きがち、それ私が一番、そんなあんなことは書けない。私の名は我こそは、おお、なんか次につなげそう、ワイルドな、あワンダフルな、うん、輪投げなんで我こそがキャプテン、いやなんかそんなになんか自信ないです、そんな堂々と書けない。私が最強、あなんかすごいいいね、ワイルドな見た目、そうなのワイルドなの、ワイルドってどうなの、ワイルドだろそのままやん。ちょっと待って、なんかさっき私についてきな、あーそういう気持ちではありたいですね、自信はあるわけじゃないけど、もうさ在庫ありの次で在庫あり私についてきなでいいの、それでいい、笑いあっても、わーなんかエモそう、我らがキャプテン、あーありがとう、なんかわっしょい、うん、どうしようどうしよう、ちょっと待って、これ結構面白くない、みんな楽しいかな、これ楽しい、我が道を行く、あーなんかいいかも我が道を行くにしていい、これ一回つなげてみようか、我が道を行く、はい梅沢までできた、次南だよ、最後で落としてね、みんなみんな任せっていうの、でもさやっぱさセンスいいわ、面白いわ、南のみ、みんなのキャプテンありがとう、なんか南のごとくみんなのアイドル、そうしようよ、なんかいや私ってなんだろう、アイドルアイドルって感じじゃないもんね、だからみんなのアイドルにさせてください、みんなのアイドル、みんな次南のなどう、いい感じだよ、なだよな、南のな、波に乗れる、あー乗れるよ乗れます、一応何でもこなす、何でもできる、いやいやそんなことないよ、なおもうせめっちゃいいじゃん、最後にみんなのちょっとみんなのアイドル、なおもうせで最後に落とすっていう、あーなるほどそうしよう、なおみんな最後に落として、南のみ落としてよ、ここでなおもうせにつなげる、南のみいやちょっとなおもうせ、なんだろう、最後は梅やりなよごもっとも、いやでもさここまで来たらさみんなやろうよ一緒に、私が選んでるじゃんだって、どう、南梅沢そのままやん、右に習えということみんな、どうしようどうしよう、なおもうせ、右に出るものなし、みんなのものよく聞け、おお。でもさ、いやヨウタンは来たけど見てんじゃねえよなおもうせ見てんじゃねえ、そうしようできた、いいんじゃない、最後なんか私っぽくて、みんなが想像する私っぽくていいんじゃない、できたよ宿題、結構面白いよ、いきます、はい、梅沢のう
上に立つものなし、目立つ身長、在庫あり、我が道を行く、みんなのアイドル、名を申せ、見てんじゃねえよ。どういうこと？ちょっとなんかわけわかんなくなったけど、みんなありがとう。すごく楽しい時間になったよ。じゃあこれからさ、なんか元気ないとき見てね。はい、以上宿題。ありがとうございます。どういうこと？それね、私もよくわからん。楽しかった。ありがとうございました。つまり誰よ、本当だよね。はい、以上宿題でした。じゃあ宿題出しちゃうね、次の人に。メンバー言っていいんですっけ？明日はみんな誰だと思いますか？みんなのアイドルです、それこそ明日のメンバー。なんかさ、流れ的にあいうえお作文になってるけどさ、そうする？結構面白くない？ミーキュンって言ってる人多いね、確かに。あーや、あーやじゃないのよ。確かにあーやはもうなんか、うん、あ、正解者いました。まゆです。明日は田村のまゆさんです。みんなのアイドルでしょ。まゆえもさ、あいう作文にする？それでいいですか？なんかね、流れ的に面白くない？これみんなどうやってか、電話どういう感じだったの？田村まゆで、たむらま、田村まゆで、あいうえお作文作ってできた。じゃん。まゆえ、田村まゆであいうえお作文作って、梅より写真集楽しみって書いとこう。写真集間違えた漢字。写真集はい完成。でれん、明日も見てください。今ご指摘がありました。あの宿題やっといた方がいいよってありがとうございます。ということで、じゃあ、前回の配信メンバーの梅さんからの宿題をやりたいと思います。すごいね、みんな。じゃじゃん。まゆえ、田村まゆであいうえお作文作って、梅より写真集楽しみだって。ありがとう梅さん、ありがとうございます。嬉しい。梅さんは本当に直接もね、先行カットを見てくれたみたいで、すごい可愛かったって褒めてくださって、梅さんありがとうございます。梅さん大好き。ということで、じゃあ、やりましょう。あいうえお作文、田村まゆだよね。片思い片思いって言われた今。私梅さんに片思いしてんの？はい、じゃあ、はい、一ページで書けるか。ごめん、一瞬無言の時間が流れます。田村はい、なんか丸がバラバラ、まあ、いっか。田村、これはみんなと考えるって感じだよね。みんな何がいい？みんな、田村のた、た、たは何かな。田植え。もうそれこないだのやつじゃん。たに、田植えが多すぎるね。戦いの生きがい。たくさんいるアイドルの中で、おお、たくさんいるアイドルの中で、たおやかに、たおやかにってどういう意味？ごめん、おバカが出てるね今ね。たたた、たくさん笑う。確かに、どう、たくさん笑うわ。たくさん食べちゃう。たくさんってもうめっちゃ便利な言葉、たくさん。
楽しそうな笑顔。じゃあ分かった、じゃあたくさん笑う、たくさん食べる、なんだっけ、楽しそうに笑、楽しそうな笑顔、食べるの大好き、みんなどれが好き？みんなどれが大好き？たくさん食べるの大好き、重いな。なんで？大好きだけど、たくさん笑うがいい。あ、でもたくさん笑うも多いな。どうだ？食べるの大好き。じゃあ食べるの大好きにするね。はい。あ、カスカス。ちょっと待って。食べるの大好き、タムラのム。ム、ムは何、みんな。ム？昔からアイドル。昔からアイドル。無限の可愛さ。無理はしない。確かに無理はしない。ム、無敵のアイドル。おお、なるほど。無理なものは無理、無邪気な女の子。虫は大嫌い、大嫌い、確かに。じゃあ無敵のアイドル、昔からアイドル、無理はしない。ムードメーカー、まゆたん。あ、まゆたんはあれか、もう名前だから。ムードメーカー、誰が好き？無限の可能性。どう、みんな何が好き？どうかな。もう無敵のアイドル多いね。じゃあ無敵のアイドルにしましょう。まあ、生ドルもやってますんで、私は。生ドルもやってるから。無敵のアイドル、はい。田村のラ、ラはみんな、ラ、ラは。確かに急な夜遊びさんなんで。ラ、ライバルを蹴散らす。いきなり怖。ラララ来世もアイドル、アイドル推しすぎだね。アイドル推しだね、みんな。ライブでキラキラ輝く。あ、でもライブで輝く多いね。ラップやったことないのにさ、ラップってめっちゃ書いてあった今。ラッキーガール。みんなはじゃあ来世でもアイドル、ラッキーガール、あとなんだ多いのは。あ、ライブで、ライブでなんだ、ライブでなんて書いたんだ今。ライブでなんとかって書いてあったけど、その続きが見えなかったな。みんな、なんかいろんなのが出てきて難しい。ライブで輝くか。あ、遊びに来たよ、だって、ありがとう。ライブで前髪完璧。確かに。みんなどれが好き？じゃあ候補出すね。来世でもアイドル、ライブで輝く、ラッキーガール、この3つにしますか？ラブリーすぎるも入れとく。ラブリーすぎる。この4つ、どれが好き？みんな、どうかな、どうかな。来世でもアイドル。ラブリーすぎる、ラッキーガール。あ、結構でもなんか同じぐらいなんだよ、みんなね。あ、でもラッキーガール多い。ラブリー、ライブで輝く、なんか全部同じぐらい来てるんだよな。あ、でもライブで輝く、
ライブで輝く多い。だって優しい コメントがあった。ライブ以外でも輝いてる、だってありがとう。え、なんかこれ見てんの面白いね。みんながいろんなの出してくれるから。ライブでよくね。だってじゃあライブで輝くにするか。そう、色がね、なんか出にくく、あ、出た出た。ライブで ライブで輝く、びっくりマーク書いとこ。じゃあ眉、眉のま、まままま、まはなんだろうな。前髪最強。そう、私前髪最強なんです。前髪最強。眩しい存在、ありがとう。真面目、まさにアイドル。もう今すごいね、アイドル推しすごいね。最前髪最強多い。そんなことない。まゆたん。まゆたん真似されやすい、確かに。惑わすアイドル、マジでアイドル、魔性のアイドル。みんなそんなアイドルつけたがらなくていいんだよ。魔法少女。どっから来たの魔法少女なんて。本当だ、待って、時間ないじゃん。こんなこんな、危ない危ない。どうしようどうしよう、みんなどうする。まあまあまあ、じゃあ前髪最強、まあまあ、なんかあったっけ、ほか。じゃあ魔法少女言っとく。なんかさっきはいっぱい来てるから。魔法少女、満面の笑顔。あ、間もなく写真集発売。じゃあこの4つどれがいい。みんな誰が好き、どうかな。前髪最強、写真集、間もなく写真集発売。あ、だって間もなく写真集発売多いね。急に宣伝。確かに。あー面白い。あー、まもなくがいいって多いね。じゃあそれにしよう。ちょっと待ってね。発売。ゆ、もう急ごう。ゆゆゆゆはなんだ。ゆから始まる言葉ってある？ゆ。最後はちょっと私がちょっと気に入ったやつというか、なんかあのこっそり書くね。じゃあどうしようかな。なるほどね。みんな面白いね、すごい。すごい、みんな、なるほどね。はい。どうかな。できました。じゃあ発表、最後だけ隠しとくか。じゃじゃん。あ、隠せないかも。待って、ちょっと最後は見えてないよね。はい、まずた、
食べるの大好き。む、無敵のアイドル。ら、ライブで輝く。ま、まもなく写真集発売。そして最後、ゆ、じゃじゃん。許さないよ、推し編は。完璧。みんな、みんな許さないよ。こうやって書かれたんだけど。そして、そう、次週のね、次週じゃない、次週だ。そう、次の、あの配信メンバーまだ決まってないんですけど、次の宿題を決めたいと思います。急に怖いとか言わないで。はい、みんな何にする？次週の次回メンバーさんへ、メンバーさんへ、じゃあみんな次回、あとちょっとだよ、ほら、やばいやばいやばい。みんなやばいよ、急がないと、こんなゆっくりしてる時間ないよ。あ、でもああいう作文でいいんじゃない、みんな声結構好きなんだね。じゃあ、あいうえお作文、自分の名前であいうえお作文してくださいにするか。決定。早っ。自分の名前で、あいうえお作文作って、まゆより、はい、完璧。じゃじゃん。自分の名前であいうえお作文作って、まゆより、いいんじゃない。素敵素敵。いやー、落としちゃった、危ない。前回のメンバーさんから宿題をね、ちょっとやっていきたいなと思います。たん、まゆたんから、自分の名前であいうえお作文作ってってことで、これはね、ちょっと難しそう、ちょっと時間かかりそうだから、先にやっちゃいます。あいうえお作文難しくない？これまゆちゃんのちょっと見よう。おお、これまゆちゃんのね、食べるの大好き、無敵のアイドル、ライブで輝く、まもなく写真集発売、許さないよ、推し編は。なるほどね、こういう系ね。 OKOK。 あー、ちょっと待って、むずい、全然思いつかない。ちょっと待って、あの、書き直しますね。なんだろう、何があるかな。どうしよう、むずいよ。な、なんかあります？なんかあります？な、むずい、なんだろう、な、あ、夏、あ、夏好きだ、じゃあ夏が好きにしよう。夏が好き、夏が好きか、次か、かー、かーだよ、かー、かー、かって何、かー、なんかあるかな、あー、かき氷好き。かき氷好き、かき氷はね、かき氷レモン味食べたい。でも、あ、かき氷、かき氷、かき氷は、あ、レモン、こっち、レモン味派、む、
むーで、むーむー、なにむ、む、虫はね、そんなに得意じゃない。嫌いまではいかないけど、そうね。むーで、むー、むー、むー、あ、むー、これにします。はい、ラ、ラは、ラ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 、あ、そうだ、そうそうだ、ラ、レー、レー、レー、やばい、全然わからない、レー、レー、あとどうも募集してます、どうも、レー、レー、なんだろう、レー、レー、むずいよ、レー、レー、レー、あー、レー一生レーっつってるよ、どうしよう、じゃあちょっとレーパス、の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 ーのーのーねれーのーのーのーねーのーの、のーってなんだろう、の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 、わからん、のって何、の、あ、まあ、そうだよね、の、はい、書きました。あー、すごく難しかったですすごく難しかったです。もう、はい、ということでこんな感じになりました。な、夏が好き、か、かき氷はレモン味派、む、難しい漢字は苦手、ら、ライブのコールはれのちゃんで、れ、れれれれの、乃木坂の水色枠乃木坂の水色枠はもらっていますっていう、あの、あれです、勝手な、私のね、私の勝手なあれです。はいこんな感じ。え、結構上手くない？上手いとかあんのかな、わかんないけど、まあいい感じにできましたいい感じ、いい感じ、夏っぽい、夏っぽい感じになりましたね。はい、ということで難しかったな、これは。こんな感じで、
はい終わりです。はい、お、じゃあまあこの息、この流れでね、早速まあ明日のメンバーの方の宿題考えちゃいたいと思うんですけど、明日は、5期生の富里奈央ちゃんが担当します。はい、ということで宿題を考えましょう。なんだろう、いつも迷うんだよね宿題って。なんだろう、ある？なんだって話したことある？あるよ。あのね、あのそれこそ前回のね32枚目のさざ波の MV で、私そのなおちゃんの隣のポジションだったんですよ。隣でだから結構こう待ち時間とかさ一緒になることが多かったんですけど、その時にあのなおちゃんがね急にね、なんだっけな、めっちゃ面白かったんだけど忘れちゃった。なんかね腕をねこうやって出してきて、えのさんって言われたから、なんかなんだろうと思って言ったら、なんかなんだっけな、なんかあそうだ、腕をこうやって見せてきてね、あのねここをつねっても痛くないんですよ、知ってましたって言われて今言うって思ってめっちゃ面白くてしかも結構そのなんかダンスシーンのカメラの、 そのセットチェンジ待ちみたいな感じで、だからいつでもこうみんな踊っていいように一応スタンバイはしてて、こっち側で踊れるようにね待ってたんですけど急にね、それまで結構みんなこう静かにこう待ってたんだけど、急に言われたもんだからびっくりして、めちゃくちゃ面白かったっていうお話です。私はすごい好きなあれでした。はい、あっていうかちょっと待って、こんなこと話してる場合じゃないんだよ、あのあれ宿題決めなきゃいけないの時間ないんだから。どうしよう、何どうしようどうしようどうしよう、全然作文、あこれあいうえ作文、あいうえ作文って何これ、あいうえ作文なんだそれは。あこれかこれかこれね、あすごい作文なんでみんなそんな好き。じゃあそうしますか、まあそうしますよ。はい、じゃあ名前で、すごい多いから、受けました。自分の名前であいうえお作文をお願いします。はーい、こんな感じで。はい、じゃあ宿題やります。はい、レンゴさん。なおちゃんへ自分の名前であいうえお作文をお願いします。これさ見てたんだけどさ、結構難しくない？あいうえお作文って。あいうえお作文でしょ？皆さん一緒に考えてください。と、富里奈央のと、思いつきますか？ね、ちょっと一本ブランクグランプリとかやめなさい。ちょっと私の本当にそうなりそうで。と、まず皆さんとを考えてください。と。とにかくかわいい富
まることのない笑顔。あー、どうする？これどういう風に作っていくか。全部さ、一個一個で完結する風にしようかな。じゃあ、どうする？じゃあ、とにかくもちもちにしよう。とにかくもちもち。はい、じゃあみどうする？み、みんなのアイドル、みんなのもちもち。それにしよう。みんなのもちもち。さ、さですよ、さ。私さ、耳めっちゃちっちゃいんだよね。あ、これ映ってる。イヤホンがさ、入らなくてね。ラジラのイヤホンが、本当に入らなくて、いつもね、こうやってやったら、ポコッと取れちゃう。だからこうやってね、押さえながら喋ってる。多分、ラジラさんの、上がってる写真とか見たら、私こうやってやりながら多分喋ってる。さすがに最高のもちもち。おお、いいね、いいね、最強にしよう。で、最後のね、トーンは決まってんの。なんだと思う？最後の言葉も決まってます。私がトークに送ったことがある単語です。と。トウモロコシじゃない。どんぐりじゃないよ。トマトじゃない。もう書いちゃいますね。それは最後に答え合わせするので、なとおを考えましょう。な、な。お、また来た、キラキラ。なんだと思う？お、今正解がいた。ここに、すごい。私のこと分かってくれてるじゃん。じゃあ、なぜかもちもちにしよう。じゃあ次。お、やばい、なんか怖いよこのボード。めっちゃもちもちがめっちゃ書いてある。お目目キラキラ。おね。もうみんなお餅って書いてるね。おっとっと、おもちもち。あ、おもちもちが多い。どれがいい？推し変ダメよもいるね。おじゃる丸。どうしよう。どうしよう。じゃあ
ました。じゃーん、皆さん気になるところはありますか？はい。もうね、そう、とにかくもちもち、あ、これは私の自己紹介ってことですよね。とにかくもちもち、みんなのもちもち、最強のもちもち、飛びはぜ、なぜかもちもち、お餅なお、ということで、気になるところはありますか皆さん。なんかここら辺で一回咳が出ちゃったんですけど、飛びはぜのところで。ちょっとね、皆さん気になるところありますか？うんうん。ありませんってきた。ちょっと。これね、飛びはぜ、なんで書いたと思いますか？私の妹がもうずっと飛びはぜ飛びはぜって言ってるんですよ、お家で。飛びはぜ飼いたい、飛びはぜ飼いたいって何十回も言われるんですよ。私はもうどうしていいか分かんないんです、毎回。あー、飛びはぜ飼いたいよね、わかるって。そしたら飛びはぜ日記というものを書き始めてしまいまして、妹はそこに毎日飛びはぜについて書いてるみたいなんですよね。私はそれを見てどうしようと思っています。多分今日も帰ったら飛びはぜ飼いたいんだよねって言われます。ということで、飛びはぜがここにちょっと異様なんですけどいます。そうだよ、食べないよ。もうね、すごい好きすぎるみたいでさ、目がハートに見えるんだって、飛びはぜの目がね。そう、ハゼじゃなくて飛びはぜがいいんだって。はい、これね、ちょっとさ、もちもちのさ字が多すぎてちょっと怖いかな。もち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 。ね、ありがとう、めっちゃ楽しかったです。またねー、バイバイ。あれどこで消すの？これか。じゃあねー。